皆さんこんにちは、キャンパスフランスです。今日はフランスの住宅補助についてお話ししたいと思います。フランスでは海外留学生でも条件を満たせばフランス人と同様に住宅補助を申請することができるようになっています。住宅補助の支給額は住居のタイプ、広さ、留学先の都市や家賃によって異なります。こちらには以前フランスに留学されていた方が支給していただいた補助金の一例をご紹介しています。条件を満たせば申請することができるとお伝えしましたが、その条件をご紹介したいと思います。フランスの長期学生ビザ VLSTS をお持ちの方は申請が可能になります。残念ながら一時滞在長期学生ビザ VLST を取得している方は申請することができませんので、ビザ取得後申請ができるかをご確認ください。 VLSTS をお持ちで申請をする場合はこちらが必要書類になります。社会保険番号はセキュリティソシャルへの加入が完了してから発行されます。出生証明書に関してはフランスの保険の動画でご説明していますので、合わせてご確認ください。詳しい手続き手順は続く動画でご確認ください。